参院選投票選挙区に立候補しております福沢亮一と申します。外国人留学生にはただの年間380万円もくれてやって、日本人には約450万円押し付けて600万円を取り立てるという商売をやっている文科省外局の日本学生支援機構に学生ローンをやっている文科省、年間50億円もの利益の金貸しをやって出していくという、お前らがやっていることはただの学生ローンである。外国人留学生には生活費、学費、医療費、家賃、渡航費、もろもろ合わせて年間380万円払ってくれてるやってるんじゃないか。日本人学生からは利子をつけて取り立てて、どうして外国人にはくれておらんか。少子化で子供が少なくなったからといって天下り先の必要な学校を任命させるために外国人に金をくれてやって通わせるのはやめろ。外国人留学生の超優遇をやめろ。そんな金があるのだったら公立大学の公立学校の学費を下げろ。外国人留学生の差別的な超優遇をやめろ。日本人学生はかわいそうである。給料が上がるまでに毎月毎月毎年毎年国立大学の学費を上げるのはやめろ。外国人にばかり学費補助や家賃補助、生活費もくれてやるのはやめろ。